全機サマリア人のたとえ、全機サマリア人のたとえ、良きサマリア人のたとえ、とは、新約聖書中のルカによる、福音書重二25節から37節にある、イエス・キリストが語った、隣人愛と永遠の命に関するたとえ話である。このたとえ話はルカによる、福音書にのみ記されており、他の福音書には記されていない。良い、サマリア人のたとえ、良い、 サマリア人の例えとも表記される。サマリア人は媒体によってサマリア人、サマリア人、サマリア人の表記がある。新共同訳新訳聖書ではサマリア人と表記されている。ユダヤ人のあるが、同じくユダヤ人であるナザレのイエスに永遠の生命を受けるために何をすべきかを問いかけた際、イエスが逆に立法にはどうあるかと尋ね返した。 立法学者が答えた内容、神への愛と隣人への愛に対し、イエスが正しい答えだ。その通りにしなさい。そうすれば生きる。と答えると、さらに立法学者が、では、隣人とは誰かと重ねて尋ね。これに対し、イエスは以下の例え話をした。ある人がエルサレムからエリコに向かう道中で強盗に、襲われて身ぐるみ剥がれ、半死半生となって、道端に倒れていた。 そこに三人の人が通りかかる。最初に祭司が通りかかるが、その人を見ると、道の向こう側を通り過ぎていった。次に、レビ人が通りかかるが、彼も道の向こう側を通り過ぎていった。しかし三番目に通りかかった、あるサマリア人は、そばに来ると、この半殖音声の人を助けた。傷口の治療をして、ロバに乗せて、宿屋まで運び解放した。そして翌日になると、 宿屋ののの主人に怪我人に世話をを頼んでその費用を払った。この例え話の後、立法学者に対してイエスは、この例え話で誰が怪我人の隣人となったかを立法学者に問い、立法学者が助けた人、サマリア人ですと答えると言って、あなたも同じようにしなさいとイエスは言った。例え話に登場する妻子は、 神殿の職務を司る者で教え導く任務にあった人であり、レビ人はイスラエル十二部族の一つで祭祀にふさわしい部族として任務を担っていたが、イエスの時代には祭祀職の役割が細分化するにつれて、レビ人は祭祀の下働きをする階級となっていた。サマリア人にはユダヤ人から違法人と呼ばれるようになった歴史がある。ソロモン王の死後、 イスラエルはエルサレムを首都とする南ユダ国とサマリアを首都とする北イスラエル王国に列した。その後、紀元前722年に北イスラエル王国はアッシリア帝国に滅ぼされた。わずかに残ったサマリア人はアッシリア人の血が混じった汚らわしいユダヤ人として南ユダ国のユダヤ人から軽蔑れながらゲリジム山に神殿を構えた。その後、 紀元前586年エルサレムはバビロニア帝国に占領され陥落する。バビロニアはユダヤ人を補修として50年間、チグリス、ユーフラテス流域の首都バビロンで過ごさせる第二回バビロン補修。その後、ユダヤ人は帰還が許され、エルサレムに戻り破壊された神殿の再建に力を注ぐ。そうしてユダヤ人とサマリア人の関係は、 親戚の関係ではあっても意味嫌う関係がイエスの時代まで続いていた。この例え話は教派によって解釈が異なるが、主題についての解釈は大きく分けて二つある。一つは、人事と哀れみを必要とする者を誰かで問わず、助けるように、愛するように命じられた教えであるとする、解釈、聖教会、カトリック教会ほか。もう一つは、 ユダヤ教的立法主義、キリスト教的立法主義の自己議人の誤りを論破するための例え話であって、白愛事前の教えではないとする解釈である。この解釈は、人は善行ではなく、信仰によってのみにとされる、信仰議人の立場を取るプロテスタントが取る。いずれを取るかによって解釈がかなり異なる。以下二条記二つの解釈について衝述するが、 古代から近現代に至るまで他にも多様な仲介がなされており、以下に述べる解釈は、あくまで各箇所における解釈例のうちの一部である。また上記二つの立場に加え、人種差別反対の観点からなされた解釈例の一つも挙げる。あるが永遠の生命を得るために何をすればよいかをイエスに尋ねるが、ここで立ち上がったとあることから、この例え話は、 街道で行われたと推察することもできる。問われたイエスは、逆に立法にはどう記されているかと問い返した。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさいとありますという立法学者の答えは、新明記六章五節とレビ記十九章十八節を合わせたものであり、 全立法の要約である。イエスは立法学者に対して正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られると返答した。では、私の隣人とは誰のことですかと、なぜ立法学者が再び尋ねたかについては、問題を提出したことを弁明し、自分の面目を保つためであったとされるほか、フランシスコ会約聖書の中会、傲慢な罪人の常として、 自分を義とするため、すなわち、誰を隣人とするかが明らかになっていない以上、ユダヤ人の身を隣人とする限定的な今しめの実行を自分が果たしていることをもって自分が律を守っていることを誇示しようとしたためとも説明される聖教会の中介。ここでイエスは、立法学者に、例え話で返答する。イエスの例え話は、ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中。 強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま逃げ去ったと始まるが、エルサレムとエリコの間は約三十キロメートル離れ、標高差が千メートルほどあり、その山がちな地形が格好の隠れ場所となったために盗賊が出没することで有名であ。そして、祭司とレビ人が登場する。エリコは祭司らの町であり、祭司も、 デビビトもエリコに住んでおり、彼らはそれぞれ忍とするエルサレムでの法事を終えて、エリコに帰るとこだったのであろう。二人とも怪我人を避けて、道の反対側を通り過ぎた。サマリア人は当時ユダヤ人にとって、宗教上の理由から関わりたくない対象であったが、怪我人を助けたのは通りかかった、サマリア人であった。彼はその人に近寄って、傷口に油飛ぶ同士を注ぎ、 包帯をしてロバに乗せて、宿屋まで連れて行き、その人を解放した。イエスの語る、このサマリア人には同情心と素朴な優しさがあったのであろう。道の上に倒れている人を見たとき、自分と同じ人間が死にそうになっている、苦しんでいる、不憫でならないという気持ちがあった。それを放置できない慈しみが、このサマリア人にはあった。祭司、レビジンは、 思いがけず厄介なものに遭遇して、思わず、そこから遠ざかり立ち去ってしまったのであろうが、最も大切な愛徳の実践が欠けていたのであった。イエスは、質問をした、立法学者に対して、以上の例え話をした後、この三人の中で、誰が、強盗に襲われた人の隣人になったと思うかと問い、立法学者はこれに対して、その人を助けた人です。すなわち、 サマリア人であると答えている。立法学者は、この回答において、助けたサマリア人ですとは答えなかった。つまり、民族名を出さなかった。これには、立法学者にとっては、サマリアという名は口に出したくないほど、嫌悪の対象であった背景が現れている。他方、それほど、サマリア人に対して、憲法感を持っている、立法学者であっても、例え話において三人のうち誰が、 怪我人の隣人になったかを問われた際には、名指しこそ避けた者の,のサマリア人であると認めている。立法学者は例え話を聞きつつ、その内容への驚きと、自分の良件の狭さに対する開魂を感じていたので、あろう。それはまた立法学者を、正しさに導こうとするイエスの望みでもあったとする、解釈例ある。隣人となるということは、他者の悩みを共に悩み、 隣人の重荷を共に担うことを意味する。聖教会、カトリック教会、プロテスタントの多くにおいては、あなたも言って同じようにしなさいは、困っている人、助けを必要としている人を見たら、誰であっても手を差し伸べるように、慈しむように命じられた教えであると解釈されている。最初とレビ人が怪我人を避けて通り過ぎたのは、怪我人と関わって自分に血がつくと、 ある種の起きてのために自分の職務に差し触りが出ることを恐れたのかもしれない。しかし、そのような形式主義的な立法主義よりも神の慈しみの心の方が大切だとイエスは主張している。立法学者の私の隣人とは誰ですかという自己中心的な問いかけに対して困っている人の隣人になったのは誰かという。 他者中心的な問いかけを返すことによって、あなたは自ら進んで助けを必要としている人に、近寄りその人の隣人になりますかという問いかを、イエスは言外に、立法学者に提示している。言って、あなたも同じようにしなさいという言葉からもわかるように、そのような隣人愛を実践する人が、永遠の生命を相続するのだとイエスは教える。ユダヤ人と宗教的に対立していた。 サマリア人の行為を永遠の命を得るための模範とすることによって、この例え話にはルカが強調する民族を超えた普遍的救済のテーマが展開されている。正教会の祈祷書中に以下のような祈祷文がある。ここにはなどが反映されている。他方、行為によって義とされるのではなく、信仰によってのみ義とされるとの信仰義人の立場を取るプロテスタントにおいては良い。 サマリア人の例え話についても、白愛事前の教えではないとする解釈がなされることがある。こうした解釈においては、この例え話の目的は、自分の正しさを示そうとするユダヤ教立法主義への反論であり、キリスト教神学から見れば、なお不十分であるが自己議員の誤りを論破する記事であると解釈されている。この立場においての解釈例として、 立法学者との問答において、最初の問いに対してはイエスから楽観的な答えがなされ、あなたの答えは正しい。その通り行いなさい。そうすれば、命が得られる、次の問いに対しては、例え話の後に絶望に追いやる、冷たい、突っ張ねがなされた、あなたも言って、同じようにしなさいとするもがある。その通り行いなさい。そうすれば、命が得られるは、パウロが、 その不可能性を発展させて、信仰義人の距離を展開した土台となっていると、される、ガラテヤの信徒への手紙3、1、ローマの信徒への手紙10、5、このパウロ書簡の該当箇所についても解釈が分かれ、全教派にこうした見解のみがあるわけではない。ただし、隣人とは誰か泊まって探す、態度、愛に値する人をえり好みする高慢に対して、 そうではない愛の本質を示す例え話でもあるという解釈はこうした立場からもなされる。こうした解釈をする立場においても人を助ける行為を否定するわけではない。信仰のみの原理も義人後の人間の行いを排除するものではなく、ルターによる理解ではこの原理は義人後の人間の行いを可能にするものである。またプロテスタントにおいても本例え話につき、 困っている人を愛するよう教える内容であるとする解釈は実際、口述する人種差別の否定とする解釈説においてキング牧師の解釈が示されるがキング牧師は牧師という肩書きからもわかる通りプロテスタントバプテストであるマーティン・ガードナーとマーティン・ルーサー・キング・ジュニアは共にこの逸話を人種差別否定の思想として紹介しているガードナーは著書 奇妙な論理。1、騙されやすさの研究。早川処房。ISBN41 億5050万2722において、イエスが愛されるべき真の隣人の例として、サマリア人を選んだのは、古代エルサレムでは、サマリア人は軽蔑された少数、民族だったからだということを、悟る人は、ほとんどいない。136ページと指摘。 原著は1952年のアメリカ合衆国で出版されたものなので、その当時の読者に対し、サマリア人の代わりに黒人を置いた時初めて、あなたはこの例え話の意味を当時、キリストの言葉を聞いた人々が理解した通りに理解するはずである前景、どうと述べた。また、キングの愛するための強さによれば黒人差別の実態として、 ある黒人大学生バスケットボールチームの交通事故の例を挙げている。3人が負傷し、救急車が呼ばれたが、白人の隊員は黒人にサービスするのは私の方針ではないと搬送を拒んだ。通りすがりの運転手に搬送を引き受ける者がいたが、搬送先の病院の医者は、我々はクロンボーコの病院には入れないと受け入れを拒んだ。 やむなく五十マイル離れた黒人専用病院に搬送したが、すでに一人は死んでおり、残る二人も三十分後に池を引き取ったという。これは救急隊員や医者が特に悪人なのではなく、ただ黒人の隣人になることを拒んだということなので、ある。1968年4月3日、キング暗殺の前日には、レビジンは、もし私が旅人を助けるために泊まったならば、 私はどうなるかという疑問を持ち、サマリア人は逆に、もし私が旅人を助けなかったならば、彼はどうなってしまうかという疑問を持ったのですと指摘している。現在、アメリカ合衆国などで導入されている、前期サマリア人の方、グッドサマリタンローとは、窮地の人を救うために、善意の行動をとった場合、救助の結果につきへ過失がなければ、責任を問われいといった趣旨の方である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。